えー、宇野くんの,あの世界選手権2016年ですね、えー、気になっている方多いと思いますので、今日はプロトコル表解説をちょっとしていきたいと思います。改めて先ほどの動画を、ね、YouTube で見てきたんで、ちょっと僕の解説もしていくんですけど、えー、後半の方で、えー、プロトコル表解説、宇野くんの解説の方をお話ししていきます。えー、松江邦子さん、よろしくお願いします。カ、えー、さん、こんにちは。私も15年、えー、ジャパンショーマさんを見たかったです。 でも今年も出るから我慢します。楽しみです。紀平梨花さんがテレビで初めてで滑るので、それも楽しみ。それと狩山さんも、ジャパンオープンはフリー曲だから、新しいフリーで楽しみです。テレビでやってくれるから、そしたらビデオに撮るから、お願いします。テレビ東京さんもお願いします。ということですね。うん。あの、松井さんの様っていう感じ、これ、すごい難しいですね。なんかこう、長いって書くんですね。 えー、みわさんどうもです、えー、私は、えー、先ほど投票を見てみたら、ジャパンオープンの自分で感動したのを投票と思ったら、えー、例えにない、例の、えー、ないの意味が違っていたようで、なんとテレビ局がこの中から投票してくださいの選ぶ演技に名前すらなくて何回も出場したり、えー、今回も出場だからかなり何年も貢献してきたしょうまくんの名前がありませんでした。だから朝からわざわざわざわ。 え皆さん選択肢にはありませんが、しょうまくんの緑ラン、えー、は私も一票、テレビ局は分かんないはずは、えー、ないからやはり技としか考えられませんね。ひどい、やはり変ですよ。えー、何が変だわ アイスもほとんどネットニュースに流れず、テレビニュースはほとんどゼロくらいなくて、えー、びっくり。まだプリンスはグラビティネットニュースにも、えー、たくさんありましたから、なんだかもやもやしますね。そのせいか、皆さん、真央ちゃんの復帰戦、一緒のジャパンオープンを見直したみたいあっ、そういうカラくになったんですね。なんで今になってそんなあの2015年のジャパンオープンが話題になっているのか分からなかったんですが、また他にも4回転フリップのゲネス表彰式もあって、え そうなんだ。いろいろハダヤ本人もファンもびっくり。平和なのにザワ使わせないで欲しいですね。うん。本当テレビ放送よろしくお願いしたいですということでございますよ。うん。えー、そしてユメチさんからは中京テレビのザアイスを見た感想ですが、えー、満足できる内容ではなかったです。 ああ、なんでかな。悪いことは言いたくないんで、詳しくは語りません。なので、良かった内容をお知らせします。えー、今年も鈴木昭子さんのインタビューがあり、あのそのまま内容を書きますね。き子さん、オリンピックシーズンを終えてリフレッシュできたことはあります、えー、翔膜、ストレスは全く溜まっていない。特にスケート以外にこれほどどうしてもやりたいとか、昔みたいにゲームを1秒でも長くやりたいという気持ちがあまりない。 うーんなるほど。あきこさん、なんか大人になったね。しょうまくん、年齢を重ねていることに、やっぱ考えて変わるんだなと思います。この番組での一番の収穫は、ゲームを一秒でも長くやりたいという気持ちがあまりない、これでした。うん。変わりましたね、あのくん。しょうまくんは、ちょいちょい生きた言葉で語ってくれるので、そこが好き。もう一つは、姉さんとのコラボについて、姉さんが語ってくれた言葉に、えー、こういうのがあります。 彼はとても美しいスケーターなんで同じプログラムを滑ることができて嬉しいです。え僕よりずっとうまくやるのでえ彼から学んでいるんです。そうか 姉さんは翔馬くんのスケート技術を美しいと思ってくれていたのねと嬉しくなりました。いつもタブレットなんでテレビの大画面で見られてそこは良かった。衣装の質感とかもわかりやすかったしえグラビティは紫でシルクのようなシャツでしたね。私はいつもの黒のジャケットの方が好きだけどあれジャンプしづらいよねと。うん。うんだからどうなんでしょう。衣装変えていくのかなっていうね感じが試合ではするんですけど。え すみません、えーと、タブレットで見てた時よりも、しょうまくんが痩せて見えたんですが、あ、練習よはいつも痩せて見えますよね。以上、中京テレビを見た感想でした。はい、面白かったですね。このうん、特に僕も宇野くんが、ゲームをあまりやりたくないっていうコメントがあったのは、うん、すごく印象的ですね、これは。えー、松井邦子さん、か、え、ぶ、ー、さんまたコメントを本当に、三輪さんの書いた話、えー、世界大会1回だけジャンプに失敗したのに、 あんんなな点数ずいぶん低いぶのかなと思いました。私が見たのは動画でしたが大泣きしてかわいそうでした。見ててつらいですね。でもチャレンジカップで4回転フリップ初めて飛んで成功して笑顔で演技ができてよかったです。ということなんで本日この大会の動画を僕見てきましたんでそのプロトコルを見ながら感想などを今から話していきたいと思います。 ではね、こちらが2016年世界選手権男子の結果になります。えー、ハビエル・フェルナンデス選手が優勝。羽生ズル選手が2位です。ボーヤン・ジンが3位。ミハイル・コリアダが4位。パトリック・チャンが5位。アダム・リッポンが6位。 にに宇野昌磨君になりました。ショートプログラムでは90.74ステップスだったかな違いますね。何だっけな,、えっと、なんかすごい音楽で90.74で4位でしたがフリースケーティングでは173.51で6位となってしまって総合順位が、えっとえー、7位ということになりましたね。 173.51ということなんで、えー、詳しくプロトコル表を見ていこうかなと思います。先ほど僕、演技見てきて確認しました。うん、あのジャパンオープンの時とは明らかにですね変わったところがあります。それはトリプルアクセの配置ですね。うん、これを彼は後半の方にやっています。うん、ジャパンオープンではですねこれらのジャンプは前半だったんで、そこからもかなり成長が伺えたことがお分かりいただけます。 そして4回転ジャンプなんですけど、こちら2本入っています。えー、最初の回転トーループですね、えー、飛んだ後少し詰まってしまいました。えー、あと、もしかすると回転も足りないかなってちょっと思ったんですけど、ただ、回転不足というマークはありませんね、えー、しっかりと回転は足りているというマークにあのということになっています。 うん、で、ジャッジ見てみると、マイナスがありますけど、ジャッジには2をつけたりとかですね、0、まあ、マイナスがないジャッジもいますので、ほ、まあ、他のジャッジはマイナスにしてますけど、まあ、この時はマイナス3からプラス3の評価でしたんで、まあ、結構、うん、まずまずの評価だったんじゃないかなっていう感じがしますね。うんはいえー、そして、トリプルルッツがアテンションマークがついてますけどね。 はいまあ、最低限の点数が取れたんじゃないかなというふうに感じます。えー、しかし、悔しかったのが4回転トーループリピートですね、これがえっと2つ目、4回転トーループ2つ目なんですよこれが転倒ああしちゃいました。でただ転倒をしちゃったんですけど、しっかり回転は足りているという評価になっている、そこが1つの救いだったかなといううに思います。 あのやっぱトリプルトーループになってしまうと、そっからの検定になっちゃいます。ほぼ点数がなくなっちゃうんですね。トリプルトーループは4点前後でしたんで、そっから減点になっちゃうとほぼ点数はなくなっちゃいますから。あのまあそこが良かったと思いますね。 うん、アンダーローテーがもらえると思うんですけど、まあ、この時の4回転トーループは回転不足にはなってません。ただ、リピートになってます、うん。これはちょっと残念ですね。まあ、これコンビネーションつけないと点、えー、数が割りかし下がってしまうということなんで、えーまあ、転倒しちゃったんで元もあので、ね、もともとコンビネーションつけることは無理ですけど、まあ、リピートマークになっているよということでございますね。で、まあ、この時ね、4回転トーループ見てみると、かなりやっぱ前傾っていうか、あ後ろの方に体重が。 倒れたと思うんですよ。うん、あのかなり軸が斜めになってましたんで、うん。でもそれでもこうギュッと締めてなんとか4回転回ったっていうところはすごい良かったとは思うんですけど、えー、彼自身はあの演技最後のスピン終わってお尻をする時もほとんどもう笑顔を全くなかったんですよね。うん、僕的にはですね。この内容だったら宇野くん笑顔を出してもいいんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよ。うん、あのやっぱりなんて言うんでしょうか？あの。 世界選手権初デビューですし、うん、あのもちろんねショート4位からあの、まあ、頑張ればメダルも取れるっていう位置にいましたんで、えーまあ、あと一歩でメダルを取りたかったっていう気持ちが強かったから悔しい表情になってしまったかなという,ふうに思うんですけどただ、内容的にはそんな悪くなかった気がしますね。うん そんな悪くなかったですよね。皆さんどうでしょうかね。僕は結構良かったかなっていう思います。あの、上巻たっぷりにスピン、ステップも全部レベル4を獲得しています。見てください。これ全部レベル4ですよ。そして GOE も、えー、まあ、ほとんどもう、ほとんどゼロがない。全部0がない。1から2獲得していますし。で、あの最後のスピンもレベル4に加えて GOE も2。 が並んでいいまますすねこれをシークエンスも3をもつけてるたちがかなり高い評価になってますね。そして素晴らしかったのは、このトリプルアクセル後半2本やってくる点ですよ。こういったところはジャパンオープンではなかったところ、ねちょっとグランプリシリーズあの忘れてしまいましたけど、まあ、しっかりこれ加点、あの 高い点数を取れてる、まあ、トリプルアクセルトリプルツー若干詰まってしまったんで、限定はあるかと思いますけど、まあ、最低限の点数が取れてるかなというふうに感じますね。なので、全体的には技術点が87.93ポイントなんで、あれでしたけど、ただ、演技の印象としては非常に良かったんじゃないかなと僕は思うんですよ。でも、彼は悔しい顔をしてましたんで、宇野君的には満足いってなかったんじゃないかなってなるんですけど、ただ、初めての世界選手権でここまでできるっていうのはすごいかなって僕は感じるんで、しかも2 0 0 0 2015年でドンファンで4回転トーループをマスターしてからのシニアデビューの初の世界選手権ということですからこれは僕は本当に素晴らしかったと思いますよ。うん、はい まあでも、小野君的には満足いってなかったなっていうところでありますね。まあ、こういったトリプルループとかトリプルサルコーとかトリプルルッツとか、今ではまあ,あ,のあまり見れなかったジャンプなんかもこう飛んでたりしたんで、結構新鮮だったなっていう風に、いい思い出だったなっていう感じます。でも、これがあったからこそ、このシーズンのえとチャレンジカップで4回転フリップができたり、その次では4回転ループをマスターしたんだっけな、確か。うん、どこのテーマで確かマスターしましたよね。あれ ま難しいこう高難度ジャンプ、4回転サルコーも多分そうですけど、習得するっていう、まあ、爆進化につながると思うんで、この悔しい思いっていうのが、まさ、あ、らなる進化を生む、起爆になってたんで、ね、そこは非常に僕は良かったんで、今思えばよかったかなと思います。当時の本人からしてみると、まあ、悔しかったっていうのはもちろんあるかと思うんですけどもね。うん、PCS はこんな感じです。えーっとえーっと とまあ全部9点台は全部なくて8点台ではあるんですが8点台の後半が並んでいるという感じですね。これを見ると。はい。まあ、こんな感じで。まあちょっと細かく見ると、まあ、やはりスケーティングスキルで、ジャッジ5番9.50、ジャッジ7番9.25、やっぱ9点台高い評価出てますね。もううぬくんの演技の魅力としては、すごいこう質のいいスケーティングで、しかもスピード速くこなしています。そしてジャンプやスピンの,あの間のつなぎ、これも非常に僕は感動させられましたね。 うん、難しいつなぎが多かった。あとは、経験不足、世界選手権初出場っていうのもありますので、まあ、経験値っていうのは意外と点数に出てくるんですよね。なので、そういったところも影響して、ちょっと点数出なかったかなってありますけど、でも、あのー、点数にはない魅力っていうのが結構、ふんだんにあったのかなって感じるんで、うん、そこは良かったかなと思います。ジャッジクファンは全部9点台で91点出してますね、うん。はい。そんな感じでね。あのー、まあ まあ特定にはこんな感じでしたけど、まあ、両方とも80点台でしたけどね。うん。でもまあ、それ以上に、こう、見どころというか、気迫のこもった演技だったと思うんで、うん。僕はすごく良かったんじゃないかなっていう感じがしますね。はい。特に残念だったっていうところは、あんまないですね。うん。 まあそれよりも、さっき言ったようにこうトリプルダクスで後半にやったりとか、これは作新推薦では本当に苦手にしてたジャンプでしたから、それをですね、後半2つで、しかも最後の最後で 3A、3T っていう3回転、3回転を持ってきちゃった、これは本当にもっと驚くべきことなんじゃないかなっていう感じるんで、僕はすごく。 僕はすごくすごかったなって思うんですけどねただまぁ、あ、メダルを直前というところ目前にしてねまあ、悔しかった思いがあったのかなってありますのでの君的には最後のキスサンドくらいまああのお辞儀のところからも含めてちょっと悔しい思いが多かったかなっていうふうに感じられましたねはい、えー、ありがとうございますまたですねあのー、なんか えっと、このプロトコル表を見てほしいとか、えー、宇野君以外の演技でも構いませんけど、えー、ちょっとこれ見てほしいとか、過去の選手の演技、ございましたら、お伝えしていただけるとですね、えー、見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました